神戸線は、西日本旅客鉄道、JR 西日本東海道本線のうち、大阪府大阪市北区の大阪駅から、兵庫県神戸市中央区の神戸駅までの区間、及び、山陽本線のうち、神戸駅から、兵庫県姫路市の姫路駅までの区間に付けられた、愛称である。この愛称は1988年3月13日から、使用されている。大阪市神戸市間には、 阪急電鉄の神戸線や阪神高速道路、神戸線もあり、愛称に JR と付けて、これらと区別している。JR 西日本のアーバンネットワークの路線の一つであり、大阪市と神戸市、明石市、姫路市などの兵庫県内の瀬戸内海沿いの各都市とを結ぶ。ラインカラーは青であり、JR 京都線ともども、アーバンネットワークのメインラインという位置づけから、 JR 西日本のコーポレートカラーがそのまま、ラインカラーとして使われている。路線記号は A。新快速は、大阪駅三宮駅間 30.6km を最短20分、大阪駅姫路駅間 87.9km を最短60分で結ぶ。大阪駅、梅田駅三宮駅、神戸三宮駅間では、阪急神戸本線と阪神本線。 三宮駅姫路駅間では、阪急神戸高速線、阪神神戸高速線、山陽電鉄本線の私鉄各線と競合している。運賃は、私鉄の方が安いが、所要時間では、JR の方が短い。大阪駅元町駅間は、回数券や切符の区間分割購入により、並行する、私鉄利用と差のない運賃となる。全区間が、近畿東本部の管轄であり、 旅客営業規則の定める大阪近郊区間及び IC 乗車カード、愛国家のエリアに含まれている。このうち大阪駅西赤市駅間は電車特定区間に含まれており、区間外より割安な旅客運賃が適用される。JR 神戸線としてのもの、特に人口の多い京阪神周辺地区は昔から私鉄大国と言われており、特に東海道本線、 山陽本線、JR 神戸線では、阪急電鉄、阪神電気鉄道、山陽電鉄などの並走する施設との激しい競争があり、広げられている。大阪駅兵庫駅間は、方向別複々線、外側線、内側線、新長田駅西明石駅間は、線路別複々線、列車線、電車線で、兵庫駅から新長田駅間で、電車線、 内側線と列車線、下り線、外側線が立体交差ある。新長田駅朝霧駅間の列車線にはホームがない。西明石駅姫路駅間は副線となっている。基本的に複々線区間では内側線及び電車線は快速、普通、外側線及び列車線は朝夕の快速、新快速、特急、貨物列車などが走行している。 すま駅朝霧駅間は海岸近くを走っており、大阪湾、明石海峡を走、淡路島を車窓から望むことができる。琵琶湖線、JR 京都線と一体化した運転系統となっている。また、天ヶ崎駅を介して JR 東西線、福知山線、JR 宝塚線と直通運転を行っている。乗車券のみで利用できる列車は、 停車駅の少ない順に新快速、快速、普通、観光電車の3種別が運行され、これらによるパターンダイヤが組まれている。昼間時間帯以降は普通のうち半数は JR、東西線、片町線、学研都市線に乗り入れる。基本的には15分サイクルの運転で、22時、土曜、休日は21時を過ぎると20分サイクルになる。 朝ラッシュ時間帯は約8分サイクルの運転である。このほか、北、近畿、山陰方面への特急列車が運転されている。大阪駅天ヶ崎駅間では JR 宝塚線のタンバー快速、快速、普通も運転されている。これらの列車は JR 京都線と直通する普通を除いて、外側線を走行し、塚本駅を通過する。ただし、 土休日夜の新水戸発大雪普通1本のみ、塚本駅も停車する。2017年3月4日、改正時点。以下、特急以外で特急ないものは平日ダイヤで記述する。関西から、山陰方面への特急列車として、大阪から万端線経由で、浜坂、鳥取方面へ特急、浜風、京都から地図急行線経由で、鳥取、倉吉方面へ。 スーパーハクトが運転されている。いずれも京都大阪駅姫路駅間では時速1 3 0トル運転を行っている。このほか夜行列車として東京都市国、山陰を結ぶ寝台特急列車サンライズ瀬戸サンライズ出雲が運転されている。JR 神戸線区間ではサンライズ瀬戸、サンライズ出雲は下りは姫路駅、上りは姫路駅、 三宮駅、大阪駅に停車する。スーパー・ハクト・浜風は、大阪駅、三宮駅、神戸駅は、風のみ、明石駅、姫路駅に停車する。特急列車を除けば、最も停車駅の少ない速達列車で、JR 神戸線内の停車駅は、大阪駅、尼崎駅、芦屋駅、三宮駅、神戸駅、明石駅、西明石駅。 過去川駅、姫路駅である。乗車券のみで利用できる。複々線区間では、外側線、列車線を走行するが、快速から格上げされた下りの最終の新快速である、深夜の西明石駅一本だけは、兵庫駅から電車線を走行する。大半が姫路駅までの運転であるが、朝晩などの一部の列車は、姫路駅から各駅に停車して、赤江線の晩秋赤江駅や、 山陽本線の阿保市駅、上郡駅まで乗り入れている。朝席時間帯は本数が多くなり、夕方の17時台後半から19時台前半は、大阪市発姫路方面域の列車が設定されている。日中時間帯は、大阪駅姫路駅間で1時間に4本運転されており、この時間帯の下り列車は、 大阪駅を毎時0.1530.45分の15分間隔で発車する。土曜、休日ダイヤでは15分間隔、夜は20から25分間隔で運転されている。原則として、加古川駅で快速と接続している。また、朝ラッシュ時は、神戸駅で快速と接続しているが、階段での連絡となる。車両は全列車が223系1000番台。 2000番台及び2 2 5系例番台、100番台で運転されている。大阪駅姫路駅間では土曜、休日は2011年3月12日のダイヤ改正から、平日は夕方の大阪始発を除いて2017年3月4日のダイヤ改正から12両に統一されている。番州阿古駅、上氷駅発着の12両編成の列車については、 阿ボ駅や姫路駅で車両の連結、切り離し作業を行う。並行する、私鉄路線に対抗するため、JR 発足以降、JR 京都線も含めて、オール転換クロスシートのデラックスな設備を持つ221系及び223系1000番台、2000番台が、充当され、車両性能の限界に近い、特に、姫路駅加古川駅間では、 特急より速い標定速度時速 100km を超える高速運転を行っていた。JR 福知山線脱線事故に関連したアーバンネットワークの全体的なスピード弾となった2006年3月18日のダイヤ改正で大阪駅三宮駅間の所要時間は改正前19から22分が改正後20から24分にやや伸びた。それでも 乗車券のみで利用できる列車としては、早い部類に入る。ただし平日朝、ユーラッシュ時はやや変則的な運転体系になるために、伏線区間である、西明石駅姫路駅間での運転時分が若干、伸びる。JR 神戸線内の停車駅は、大阪駅、尼崎駅、西宮駅、芦屋駅,屋駅、住吉駅、六甲道駅、三宮駅、元町駅、神戸駅、 兵庫駅、須磨駅、垂水駅、舞子駅と明石駅加古川駅、姫路駅間の各駅である、工術水一部の列車を除く。JR 神戸線内では、大阪駅明石駅間で一部の駅を通過する、運転を行うが、明石駅加古川駅、姫路駅間では各駅に停車する、普通として運転されており、阿保市駅、万州阿古駅、上郡駅まで乗り入れる。 京都方面行きは JR 京都線の高槻駅から普通に種別が変更される。早朝は京都駅まで快速運転。JR 東西線、学研都市線と直通する列車はない。大阪駅西明石駅間では基本的に内側線、電車線を走行するが朝ラッシュ時に運転されている。大阪方面行きの快速は外側線、列車線を走行し、列車線に ホームがない舞妓駅、垂水駅、須磨駅を通する。また、平日朝ラッシュ時の姫路方面駅の快速は、大阪駅、兵庫駅間で、外側線を走行し、兵庫駅を過ぎて、内側線に切り替わる。また、土曜、休日朝の大阪方面駅の快速電車が、兵庫駅で、外側線に移動し、芦屋駅まで、外側線を走行する。朝席時間帯は、 本数が多くなる。朝ラッシュ時は、加古川駅、対面、神戸駅で新快速、階段連絡、芦屋駅で普通と相互に接続して、神戸駅大阪駅間で後続の新快速よりも、先着する。また、五着駅と土山駅、または、東加古川駅、または、大久保駅で新快速の通過待ちをする。日中時間帯は1時間に4本、加古川駅姫路駅、 阿ボシ駅間は2本運行されている。この時間帯の下り列車は、大阪駅を、毎時7.2237.52分の15分間隔で、発車する。大阪駅、芦屋駅、須磨駅で普通、加古川駅で新快速と相互に接続している。土曜、休日ダイヤでは、朝の大阪駅を除いてすべて内側、電車線走行の15分間隔。 夜は20分間隔で運転されている。原則として、天ヶ崎駅で JR 東西線 JR 宝塚線直通の快速と同じホームで相互に属する。なお、加古川駅、神戸駅での新快速連絡及び、五着駅、東加古川駅、土山駅、大久保駅での新快速通過待ちの場合は、ドア横のボタンで開閉する形をとっている。 車両は221系電車と223系1000番台、2000番台と6000番台、アボシ総合車両所所属車及び225系で、番台が重当されている。朝ラッシュ時の大阪方面行きは、外側線を走行し、時速 130km 運転を行う係上、一部を、除き223系、6000番台を除く225系に統一されている。 それ以外の時間帯の快速は2 2 1系、2 2 3系、2 2 5系とも、最高速度時速 120km であるが、2 2 3系、2 2 5系を使う列車が多い。姫路、加古川方面からの大阪方面への列車は、始発駅から西明石駅到着まで車内では、普通、西明石から快速と表記、案内され、 姫路駅大久保駅間の各駅の発車表及び自動放送でも西赤しら快速。この区間の駅の時刻表では三宮大阪方面は西赤市まで各駅停車、西赤市から快速として案内されている。列車の種別幕は加古川、姫路方面への列車は赤石駅で快速から普通に変わるが大阪方面への列車は西赤市駅で普通から 快速に変わる。1991年3月15日までは日中時間帯の半数が西明石駅発着であり、2004年10月15日までは朝ラッシュ明け、2009年3月13日までは深夜にそれぞれ西明石駅の列車が設定されていた。2013年3月16日の改正で平日の朝ラッシュ明けの快速一本が西明石駅に変更された。 2000年3月10日までは、大阪方面から、阿光線備前片上駅まで運転する列車があった、姫路方面は、外側線を運。2013年3月16日のダイヤ改正で、夕方の新快速が増発されたことにより、この時間帯の外側線で運行する、快速列車が廃止された。各駅に停車する種別である。ただし、大阪駅姫路駅間直通で、 各駅に停車する列車はなく、大阪駅西明石駅、加古川駅間において通勤系電車、片側4ドアによって運転される列車、観光電車と、明石駅姫路駅、網干駅間で、近郊系電車、片側3ドアによって運転されている列車の2種類がある。内側線、電車線を走行し、天ヶ崎駅スマ駅、 西明石駅間の列車の半数は JR 東西線、学研都市線に乗り入れる。基本的に神戸方面からは西明石駅までの運転である。学研都市線内で区間快速として運転する西明石駅発着の列車も設定されている。この場合は西明石駅が京橋駅で北新地、京橋、市場なあて方面駅が天が崎駅で、 列車番号が変更になる。乗席時間帯は本数が多くなる。毎日早朝5時台には、神戸始発の系統が、京都行き、西赤市行きで運転されている。朝ラッシュ時の上りは、加古川、大久保、神戸、甲子園口、甘崎始発の系統が設定されいる。芦屋駅で新快速、快速と相互に接続しており、 神戸市内の各駅から大阪駅への速達性が図られている。尼崎始発の系統は JR 東西線、直通系統から接続している。日中時間帯は1時間に8本、住まいキ西明石駅間は4本が運転されている。昼間は JR 京都線直通系統が住まい機で折り返すため、西明石駅発着の列車は JR 東西線。 学研都市線直通系統のみとなる。毎日夜間には、甲子園口駅と神戸駅が、それぞれ一本ずつ設定されている。芦屋駅、スマ駅で快速と接続する電車とスマ駅、西明石駅で折り返す電車は、停車時間が長いためドあよこのボタンで開閉する、形をとっている。 15分20分サイクルの時間帯は、甘ヶ崎駅で、JR 宝塚線、JR 東西線直通列車同士が、相互に接続している。土曜、休日ダイヤではほぼ終日約7分半間隔、夜は10分間隔で運転されている。車両は207系と321系が使用されて、おり、7両編成で運転されている。 1972年3月15日のダイヤ改正で日中15分間隔の基本型が完成し、1時間あたり大阪駅、甲子園口駅間が8本、甲子園口駅西明石駅間が4本であった。1985年3月14日に加古川駅発着の普通が設定され、本数は大阪駅西明石駅間の直通が4本と、 甲子園口駅折り返しが2本で、加古川駅発着はさらし主事は2本、日中、夕方は1本で運行されていた。1986年11月1日に、日中の神戸駅折り返し系統が設定され、阪神、淡路大震災を経て1996年7月20日に、須磨駅折り返しに延長。 赤市海峡大橋開通沖2998年10月3日に西赤市駅発着に統一され、2006年3月17日までは毎日午前中に大久保駅発着の設定があった。2006年3月18日の改正では大阪方面京都駅発着系統がスマ駅折り返しに変更され、スマ駅西赤市駅間の1時間あたりの本数は8本から4本。 東西線直通系統のみ乗り入れに変更された。2008年3月15日の改正で日中の大阪方面、京都駅発着の半数の列車が西明石駅発着に変更で、西明石駅発着が6本、スマ駅折り返しが2本になった。2010年3月13日の改正で日中の半数の系統がスマ駅折り返しに戻され、 この時間帯の運転系統が再編された。加古川駅発着列車は1991年3月16日に快速が加古川駅発着になった時に朝のみに縮小され、1997年9月1日に5本に増発された。甲子園口駅発着の列車は2007年8月27日から同駅のバリアフリー化工事のため、 天ヶ崎駅発着や足屋発に変更され、工事が終了した2009年3月14日のダイヤ改正で再び毎日早朝、深夜、深夜の列車、西明石駅から変更に設定。2010年3月13日の改正では、朝6時台と夜23時台、宮原総車場、甲子園口駅間は改装に縮小された。大阪駅西明石駅、 加古川駅間を運転する普通のうち207系の京都側から3両目と321系の5号車には平日、休日にかかわらず毎日始発から終電まで女性専用車が設定されている。乗車位置には女性専用車の案内が表示されている。なお、ダイヤが乱れた際は女性専用車の設定が解除されることがある。 JR 神戸線では2002年12月2日から女性専用車を導入し、始発から9時と17時から21時まで設定されていたが、2011年4月18日からは平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで女性専用車が設定されるようになった。この区間では、大阪駅明石駅間で快速として運行される列車が普通となり、 各駅に停車するのが基本であるが、朝晩やシニアには、西明石駅姫路駅間の普通も運転されている。この列車は、JR 神戸線では、数少ない4両編成の列車も運転されている。2003年11月28日並びに2008年3月14日、までは、平日朝の西明石発加古川駅の普通に7両編成の設定があった。 2002年3月22日までは朝晩に限り、岡山方面から岡山電車区の115系仕様の普通西赤市駅まで乗り入れていたが、翌23日の改正以降は、岡山方面からの乗り入れは姫路駅までとなっており、JR 神戸線への乗り入れは廃止された。沿線には、生田神社や西宮神社などの大きな社寺があるため、 大晦日深夜から元旦にかけて JR 神戸線では大阪駅西明石駅間運転区間は JR 京都線京都駅西明石駅間において普通のみ約30分角で終夜運転が実施されている。なお西明石駅姫路駅間においても普通のみ約90分間角で2001年度から2017年度まで終夜運転を実施していた。 かつては、奈良線に乗り入れ、奈良駅、奈良線経由京都駅をうさ駅、西明石駅間で運転されていたこともあったが、奈良線への乗り入れは1九9九年度限りで終了している。このほ他、1九9九年度の終夜運転時には、快速も運転されており、快速、初日のデスマウラ号が、大阪発西明石駅で、快速、初日のデスオシ号が、 大阪初姫路駅で運転され、それぞれ、スマ海岸及び諸社山からの初日の出を拝むために、運転されていたが、後、全区間とも普通に変更され、2004年度までに、運転を終了している。2000年と2001年の7月から9月の土曜、休日に、市場縄手駅、放出駅西明石駅間で、臨時快速、神戸シーサイドレジャー号が一応往復運転されていた。 2001年の袋は放出行き。停車駅は、市場縄あ駅、山ヶ崎駅間の各駅、芦屋駅、三宮駅、神戸駅、須磨駅、樽見駅、西明シ駅間の各駅であった。神戸市西部の須磨海水浴場、マリンピア神戸、三井アウトレットパークマリンピア神戸、アジュール舞湖、明石市東部の大倉海岸へのアクセスとして、 それらの施設の最寄り駅に着くたび特別に、車内放送、案内が流されたが、宣伝不足のためあまり利用されず、その後、大倉海岸とアジュール舞コで続けて、砂浜が陥没する事故が起き、両海水浴場が共に閉鎖し、以後は運転されていない。2017年4月1日現在、普通、快速、新快速は全て電車で、特急は、 電車と機動車で運転されている。国鉄分割ミニエーカ後に JR 西日本で使用されていた車両を記述する。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災は JR 神戸線にも大きな影響を与えた。西宮駅スマ駅間で貨物列車を含め8本が脱線したほか、 高取工場でも39両が脱線、転覆した。駅施設関係では、六甲道駅を中心に、高架橋や柱に大きな被害を受け、新長田駅付近の森土が崩壊して、駅設備が壊滅した。また、高取工場では、建物が全壊したほか、研修庫や研修設備に損傷を受けたほか、土止め用壁が倒壊するなどの被害を受けた。 発生直後から全線で運転を見合わせたが、震災当日に運転再開することができず、翌18日に、大阪駅天がさ駅間の上下外側線と、西明石駅姫路駅間で運転を再開した。運転再開は、折り返しができる駅を活用して工事が進められたが、折り返しができない、須磨駅、住吉駅では、新規にポイントを設置し、 名田駅ではその先の東名田信号場の構内配線を変更して引き上げ線することにより折り返しができるようにした。西赤市方面からはホームのある上下電車線を優先して復旧を行ったが名田駅兵庫駅間は方向別線路となっていたため海側2線、下り列車線、電車線を優先して復旧作業を行った。新長田駅付近では 被害が大きかったため、下り列車線と和田岬線への小運転線を活用して、複線化している。当時この小運転線は、非電化であったため、急遽電化して対応した。なお、新長田駅は、駅舎が全開したため、1月30日に、神戸駅住まい駅間の運転を再開しても停車せず、3月10日に仮駅舎ができるまで通過していた。ダイヤ面においては、 大阪方面から甲子園口駅までの復旧時は新快速。ただし、大阪駅伊勢は各駅停車と普通のみ運転され、京都方面からの快速は大阪駅で折り返し運転を行っていた。新快速は大阪方面からは芦屋駅開通時に運転を開始したが、姫路方面からは3月12日まで運転されることはなかった。ただし、 加古川駅姫路駅間では新快速運転を行う列車は存在していた。震災の復旧作業の進捗によって普通区間が徐々に短縮されていったが普通区間の東西それぞれで封じ込められた車両で運用を行わなければならず特に普通区間の東側では車両が不足していた。そのため万端線を迂回ルートとして車両が改装されたが万端線は 非電化のため、パンタグラフなどの付属機器を、アボシ電車区、現在のアボシ総合車所で一旦撤去し、ディーゼル機関車の牽引により福知山運転所、現在の福知山電車区まで改装され、同所で取り外した機器類を取り付けて、自力で宮原電車区、現在の宮原総合運転所などに送された。しかし、 この再配置だけでは、車両不足が解消できず、岡山電車区、広島運転所から115系19両及び、森宮電車区、ひねの電車区の103系が運用されたほか、震災時に高取工場に入場していた奈良電車区の221系も運用された。また、車両の増結を行うなどし、201系は通常7両編成で運用されているが、 このうち4本を 4M4T の8両編成と 8M4T の12両編成に組み替え 201K では最長となる12両編成で運転された。六甲道駅を含む住吉駅灘駅間は高架橋の崩落が最も大きな被害を受けたため最後まで普通区間として残ることになったが4月1日に74日ぶりに全線が開通した。これにより 震災後、阪神間の鉄道が初めて復旧することになり、この日に行われたダイヤ改正で新快速を増発している。六甲同駅復旧の模様は日本放送協会 NHK のテレビ番組プロジェクト X 挑戦者たちでも取り上げられた。開通区間が延長されるたびに、開通直後から路盤固めまでの暫定ダイヤと、 路盤が固まってから次に開通区間が伸びるまでの暫定ダイヤの2種類が作られ、震災発生から全通まで18回のダイヤ改正が行われた。なお、阪神間連絡鉄道で最も早く運行を再開したことにより、阪急や阪神のそれまでの固定客が JR に移り、両者の路線の復旧後も多くの乗客が JR に泊まることになった。 JR 神戸線としての歴史を記述する以下では JR 神戸線の停車場、駅、信号場と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。廃駅、廃止信号場については、東海道本線廃駅及び山陽本線廃駅、廃止信号場を参。1九9七年、平成九年二月十六日から各駅には専用の 接近メロディである、さざ波が導入されている。このメロディは本来 JR 神戸線の区間には入らない、姫路駅上郡駅間の各駅に加え、赤江線の愛 o 駅番州赤江駅間の各駅でも使用されている、全車については上郡まで、神戸市社管轄であるため、ただし、大阪駅は大阪環状線と同様のメロディを使用している。桜宿川駅は2007年、 平成19年3月18日の開業時から、小袋の楽曲、桜をアレンジした専用メロディが使用されていたが、著作権使用料の関係で2010年、平成22年3月2日から、さざみに変更されている到着放送も廃止、さらに2015年、平成27年3月12日には、さざなみ音質見直し版に再変更。また、 スマ海浜公園駅では、カモメの水平さんをアレンジした線メロディが使用されて、いたが、2014年、平成26年7月16日から、さざなみ温室見直し版に変更されている。2015年、平成27年3月12日からはこの、温室見直し版を、JR 神戸線各駅並び山陽本線、愛よ駅伊藤、上郡駅、 阿コ線番州阿コ駅に拡大した。兵庫県は東加古川駅付近の連続立体交差事業、鉄道高架化の事業化に向けた調査を行う方針である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。